古橋博の新記念浜松市総合水泳場は、静岡県浜松市西区篠原町にある総合水泳場。愛称はトビオ。2009年2月7日にオープンした。指定管理者は、浜松グリーンウェーブ株式会社、運営は、セントラルスポーツ株式会社である。東水泳場は、西部清掃工場とともに、PFI 事業として建設された。 老朽化した江ノ島水泳場隣接の市営屋内プールの後継施設でもある。一般から愛称の公募が行われ、同志出身の古橋博之氏を記念して命名された。古橋の活躍に関連した展示コーナーも設けられた。しかし、当の古橋は開業から約半年後の8月初旬、2009年世界水泳選手権のため訪問していたイタリアローマで隠しした。 そのため、今後は、文字通り、古橋沖縄記念館としての役割も担うこととなる。オープンした2009年には、第85回日本選手権大会、第54回日本泳法大会、第26回日本身体障害者水泳選手権大会が行われ、2010年には、第1回全日本学生ライフセービングプール競技選手権大会が行われた。 また2011年には東北地方太平洋沖地震により東京辰巳国際水泳場が施設破損の被害をこむったために日本選手権が中止されその代替となる国際大会派遣選手選考会が開催された2013年には第89回日本選手権水泳競技大会アーティスティックスイミング競技の会場となった2015年には 天皇杯日本学生選手権水泳競技大会が開催された。また、投資施設会館まで、浜松市江ノ島水泳場の屋外50メートルプールで行われていた飛びオ杯全国、少年少女水泳競技大会が2009年の24回大会以降、投資施設で開催されるようになった。2011年9月の台風15号被害により、屋根の 約3分の1が吹き飛ばされた。メインプール、サブプール、ジムなどは比較的早くに営業を再開し、飛び込みプールはしばらく営業を中止したものの、再開している。メインプール飛び込みプールサブプールレジャープールその他、ありがとうございます。